今の動きやりますね。私あなたの立体軌道が気に入りました。ありがとうございます。あなたの動きも獲物を確実に追い詰めるような狩人っぽさを感じます。そうだ、いいことを思いつきました。私と一緒に狩りをしませんか。あなたならすぐにでも獲物を捕らえられますよ。ええ、やってみましょうよ。私がみっちり教えますから。決まりですね。ああ、楽しみです。これからはちょくちょく誘いますから、力を合わせていきましょう。獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうですね、焦らず徐々に身につけていきましょう。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから、私自身気配の感じ方は子供の頃を自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。さあ暗くなる前に狩りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。何のことですか。ちょっと言い間違えただけですよ。それだけです。急がないと本当に暗くなってしまいますから。どうも。私に何か用ですか。今日はやめておきましょう。私、そう、用事があるんですよ。どうしたの今の。ねえ、サシャと喧嘩でもしたの。ダメだよ、早く仲直りしなくちゃ。そんなことか。あのバカは故郷の言葉を恥ずかしがってんだ。バカ丁寧なあの喋り方の方がよっぽどうざいんだかな。もう誰もがユミルみたいに無神経じゃないの。サシャにはサシャの考えがあるんだから。あなたですか。今度は何でしょう。私の言葉遣いのことですか。クリスタたちから聞いたんですね。知られてしまったなら仕方ありません。お話しします。ユミルが言った通りなんです。私故郷の訛りが恥ずかしくて、それにずっと村で過ごしてきたから狩猟のこと以外何も知らないんです。だから周りに遠慮してしまって。けど本当は皆さんともっと自然に接したいんですよ。お願いです、力を貸してくれませんか。
方なら協力してくれると思っていました。あなたがいてくれればなんとかなりそうです。よろしくお願いします。この前相談した件ですけど、何かいい案は思いつきました。いきなりですか？わかりました、やってみましょう。早速緊張してきました。へえ、お前サシャに狩りを習ってたのか。こいつどんくさそうだからな、さぞかしサシャの足を引っ張ったんじゃねえか。そんなことはないよ、むしろ狩りに向いている。いや、ないかな。あれ、みんなもどう？いや、今度一緒に狩りに行くのいやろ。どうしたサシャ、歯でも痛いのか？なんか喋り方がおかしいぞ。なんでもありません。とにかくいつか皆さん一緒に狩りに行ってみましょう。すみません、失敗してしまいました。ああ、いけそうな気はしたんですが。ですか？どうすればモテるようになるんですかね。例えば難しい任務を成功させるとかでしょうか。ならあなたと一緒に任務に行けるよう上官に掛け合ってみてもいいですか。今はそういうのが必要な気がするんです。ありがとうございます。お願いしますね。例の任務うまくいきましたね。一時はどうなるかと思いましたが、あなたのおかげで助かりました。頼もしい同期がいてくれて心強いです。これで自信がついた気はしますけど、まだ故郷の言葉でみんなと話すのは慣れませんね。また狩りに付き合ってくれませんか。あなたは狩人に向いてるようですし、お肉を食べれば私も踏ん切りがつくと思うんです。お願いしますよ。せっかく気分転換に狩りに来たのに、こうもお肉が手に入らないなんて、これじゃ元気も出ません。やっぱり例の件が解決しないとすっきりしないんでしょうか。次はどうすればいいと思います？そうですね、こういう相談に乗ってくれそうなのはアルミンとかクリスタあたりですかね。ん？あれ？ここはどこでしょうか。今私たちが森のどの辺にいるかわかりますか。迷ってしまったようですね。まずいですよこれは。方角がわからないまま動くのは危険です。森舐めたら死にますよあなた。もし森の奥に入り込んどったら凶暴な獣がいてもおかしくないんやから、ここは注意して進まんと。あっちの方向に日が沈んでるっちゅうことは方角がこうやから、よし、
帰りが遅いから心配したぞ。大丈夫だったのか。もちろんやってけど、私が無理で迷うなんて、おばんげねえことをしてもうた。ちゃんとせんといかんね。あ、森で迷ってしまったんですが、なんとか抜け出せました。心配をかけてすみません。おい、また人の目を気にして敬語に戻る気か。くだらねえな。自分の言葉で話せって。サシャの故郷の言葉初めて聞いたけど素敵だと思うよ。ありのままのサシャの言葉なら私はどっちも好きだから。ちょっと驚いたけど、さっきの喋り方もいいんじゃねえか。同期にまで無理して敬語で話すこともないだろ。これからは徐々に慣れるようにしてみま、してみる。さて、今日の訓練頑張りましょう。その後は夕食ですね。気合が入っちゃいますよ。どうかしましたか？それがですね、やっぱり敬語で話すのが癖になっていて。けれどクリスタたちと一時的にでも故郷の言葉で喋れたのはあなたのおかげです。ありがとうございます。ええ、本来の自分を遠慮なく出して皆さんに受け入れられたことが収穫です。まだ敬語をやめるのは難しいんですが、自分らしさを出すのには自信が持てました。もう周りに遠慮するのはやめますよ。そして約束します。いつか必ず故郷の言葉で皆さんと会話してみせるって。あなたも見守っていてくださいね。